地球防衛軍による一連の事件に天界が関わっていたことを知った私は、大天使様から本心を聞き出すため天界に戻る決意を固めました。魔界、天界、人間界、全世界を巻き込んだ戦いの果てに、あのような結末が待ち受けていようとは思ってもみませんでした。本当に行くつもりか？ええ、大天使様にお会いして天界で何が起こっているのか確かめなければ。良いのか？大天使と戦うことになるかもしれないのだぞ。大天使様と戦う？だって大天使って天界で一番偉いんでしょ？地球防衛軍の裏に天使がいたからには無関係ってことはないと思うな。そうね、むしろその大天使が事件を起こした張本人って考えるのが自然だわ。大体お前が魔界へ来たのも大天使に親父を暗殺するように命令されたからだろ。なんだって？天使が暗殺命令とはけしからん。そいつは間違いなく悪だ。そんなことはありません。そう言い切れるのか？私は大天使様を信じています。そうか、わかった。では行くとするか。え？大天使とやらの面を拝んでやる良い機会だ。俺様も一緒に行くぞ。アハールさん、殿下ってば、ほんと素直じゃないんだから。フロンタンが心配だから僕ちんも一緒に行くのって正直に言えばいいのに。バカを言うな。誰がそんな。まあまあいいじゃないの、気持ちはみんな一緒なんだから。ジェニファーの言う通りだ。それに困っている仲間を一人で行かせては地球勇者の名が廃るというもの。ピロピロピロ、みんな仲間、一緒に行くの当然。ふん、まったく物好きな連中だ。皆さんありがとう。最終話、戦いの果てに。これが天界への入り口か。言い伝えによると、何代か前の大天使様が魔界との交流を断つために建造させたそうです。だから天界の住人じゃないとこの門は開けられないんです。ふーん、天使だけ自由に出入りできるなんてなんか不公平だね。じゃあ開けますよ。用意はいいですか？待っていましたよ、皆さん。あ、中ボスさん。お前、さっき天界の住人しか門を開けられないとか抜かしてなかった？
あれ？おかしいですね。私以外の悪魔がこの門をくぐるのは数千年ぶりのことですね。お前の正体が分かったぞ。さては大天使に雇われた悪の手先だな。ブブー、外れです。分かったわ、あなた実は天使なんでしょう。ブブー、それも外れです。皆さん勘違いしているようですね。私は見ての通り、通りすがりのビューティー男爵ですよ。ふん、そのビューティー男爵は天界で何をしているのだ。あなたたちの成長ぶりを確かめに来たのです。何？この先あなたたちを待ち受けている戦いはこれまでにない過酷なものとなるでしょう。あなたたちが本当に最後まで戦い抜けるのか、この目で見極めたいと思いましてね。そんなことをして何の得がある？お前の目的は何だ？おしゃべりの時間は終わりです。さあ見せてもらいましょうか。あなた、見事なチームワークです。よくぞここまで成長しましたね。お、いつもの情けない言い訳はないのか。悪魔と天使と人間、今の彼らはお互いを知ろうともせず、善や悪といった言葉だけで区別しています。それはとても悲しいことです。あれ、この人大天使様と同じことを。しかしあなたたちと戦ってみて改めて教えられました。たとえ生まれた世界は異なっても心は一つになれるということ。その心を忘れなければ、これから訪れるであろう様々な試練も必ず。殿下大変です。あの中ボスがまともなこと言ってますよ。うん、何かよからぬことを企んでいるに違いあるまい。お前は何者なのだ。私はただの通りすがりのビューティー男爵ですよ。さらばです。結局何だったのだ。さあ、中ボスさんなりに私たちを励ましてくれたんじゃないですか。正しいライバルとはそういうものだ。ああ、ライバルの友情ってなんて美しいものなのかしら。お前たちどういう脳みそしてたらそんなに都合の良い解釈ができるのだ。大天使様、大天使様、展開始まって以来の緊急事態にございまする。今日はまた一段と騒がしいね。はあ、反逆者フロンが悪魔の軍勢を率いてこの展開に攻め込んでまいりました。とうとう来たか。悪魔どもを迎え撃つ準備はできております。天使兵の指揮はこの天使長ブルカロにお任せいただきますぞ。わかった、お前に任せよう。ただし彼らを傷つけぬよう捕らえるのだ。いいね。ははバカバカしい、どさくさに紛れて奴らをぶっ殺してくれるわ。私が神となる時は近い。その時こそ
唯一神ブルカノによる絶対平和が全世界にもたらされるのだ。天使様、ターゲットを確認、これより任務を遂行する。こいつらが天使か。ええ、私の先輩たちです。先輩ね。でも喜びの再会って雰囲気じゃなさそうだね。反逆者フロンよ、天使長ブルカノ様の命によりお前を排除する。待ってください、私は反逆なんてしてません。ブルカノ様の誤解です。却下。我々はお前が反逆者だと聞いている。ゆえお願いします、大天使様に会わせてください。そうすれば分かっていただけるはずです。却下。そのような命令は受けていない。我々が受けた命令は一つ、反逆者フロンとその仲間を排除せよ。そんな。フロン、話しても無駄だ。そうそう、こんな頭の固い連中何言っても聞きゃしないって。でも私、天使様と戦うなんて。お前の決意はその程度のものだったのか。今さら泣きを入れるぐらいなら初めから来るな。ラハールちゃん、そんな言い方しなくても。そうだぞ、女の子を泣かすやつは地球勇者であるこの私が。いいんです、ラハールさんの言う通りですから。私も覚悟はしていたつもりでした。けど、いざ現実になってみると、その覚悟が鈍ってしまって。こんなことじゃ、ダメですよね。ごめんなさい。私、もう迷いません。ありがとう、ラハールさん。余計な世話を焼かせるな。これ以上迷惑かけるように、俺様は帰るからな。さっさとこの邪魔者どもをぶっ飛ばすぞ。はい。その言葉、我々に対する抵抗と判断する。天使、上等だ。天使の実力を見せてもらおうか。始まりましたか。我々の役目ももうすぐ終わりですね。ええ、彼らには無理をさせてしまいました。何の理由も告げずに。いずれ我々には天罰が下るでしょう。私などすでに天罰を受けていますよ。しかしおかげで彼らに未来を託す決断ができたのですから、感謝しなくてはね。果たして彼らはこの試練を乗り越えられるでしょうか。わかりません。あとは彼ら次第です。知れ、知れ、
な、フロン。ブルカノ様。で、まさかこいつも天使なの？嘘でしょ？どっから見ても悪党面じゃない。うん、天使にしておくにはもったいないほどの悪党面だな。黙らっしゃい。この神々しい顔に対したてまつり、悪党面とは無礼千万。反逆者フロン、悪魔を引き天界に攻め入るとは言語道断なり。しかも罪もない天使兵たちを傷つけるとは、この罪万死に値する。天使長ブルカノの名にかけてお前たち全員を処刑してくれるわ。待ってください、ブルカノ様。私は大天使様にお聞きしたいことがあるだけなのです。黙れ反逆者め、口を聞くのも汚らわしいわ。ブルカノ様、どうして私が反逆者なのですか？とぼけるでない。悪魔どもに取り入って天界を支配戦としていることは宣告承知。おまけに頭の悪い地球勇者を騙して味方につけるとは見下げ果てたやつよ。本来天使の役目は悪の根源たる悪魔どもを排除し、無力なる人間どもを導くことにある。その役目を捨てて下劣な悪魔に組みするとは許しがたい所業なり。おいお前、さっきから何様のつもりだ。待ってください、私に任せてください。ブルカノ様、あなたは悲しい人ですね。何？あなたは悪魔を悪、人間を無力と決めつけ、自分だけが正しいと思っている。でも私は知っています。素敵な心を持った悪魔がいることを、勇気にあふれた人間がいることを。そのことを知らず、ただ偏見に満ちた考えで物事を判断するあなたは哀れです。本当の悪、それはブルカノ様、あなたの心にあるのではないですか？な、よく言った。褒めて使わすぞ、フロン。ほんと、胸がすっきりしたわ。やるじゃん！君にも地球勇者魂が芽生えたようだな。今日から君も地球勇者だ。おのれ、私の心に悪があるだと？そんなことはない。私は正しいことをしているのだ。今それを証明してやる。お前たちの死をもってな。やれ、天使兵よ、こいつらを皆殺しにするのだ。
おかしい。え、何がです？これだけ騒ぎになっているのに大天使が出てこないのはおかしくないか？確かに。もし大天使が事件に関係ないなら、フロンちゃんを助けに来るはずよね。そうね、黙認しているってことはやっぱり。皆さんの言いたいことはよくわかります。でも私は大天使様を信じます。お前も相当頑固なやつだな。それも愛とやらなのか？そうです。尊敬する大天使様を最後まで信じ抜くという愛です。やれやれ、困ったアイマニアだな。まあ大天使を信用するつもりはないけど、フロンちゃんがそこまで言うならもう少し付き合ってあげてもいいかな。エトナさん、そうね、私もフロンちゃんを信じてついていくわ。私もだ。君の愛を信じて共に行こう。ピロピロピロ、サツでもついていきます。ジェニファーさん、ゴードンさん、サーズデーさん。まったくお前たちはどこまでお人よしなんだ。あれ、じゃあ殿下は帰るんですか？バカ者、ここまで来て大天使の面を拝まずに帰れるものか。俺様は一人でも行くぞ。ラハールさん、皆さんありがとう。私はあなたたちに会えて本当によかった。しかし私は天界の住人でありながら天使様を傷つけてしまいました。この戦いの果てにどんな結末が待っているにせよ、でも後悔はしていません。こんな素敵な仲間に巡り。
よくぞここまで来られたものだな。褒めてやろう。気をつけろ。悪が待ち構えているときには必ず罠があるものだ。誰が悪だ。この汚らわしい悪魔どもめ、そんな口が聞けるのも今のうちだ。混沌の闇に生まれし邪悪なる者どもよ。悪魔召喚。悪魔と契約を交わすことは天使法により固く禁じられているはずなのに。こいつらただの悪魔じゃないぞ。チャージで分析して。ピロピロピロ、波力、パワーともに測定不能。危険危険危険。ねどうだ、こんなこともあろうかと契約しておいた魔人どもだ。お前たちを殺せば魔界をやると言ったら、ほいほい契約しようだぞ。もう殿下に人望がないから悪いんですよ。うるさい、そんなこと言ってる場合か。悪魔は悪魔同士、心ゆくまで殺し合うがよい。くそ、菅の俺様もこれだけの数の魔人が相手では。どうする、一時退却するか。退却ったって簡単に逃がしちゃくれないでしょう。なんだなんだ、俺は戦う前からビビっちまうような情けない連中を共に持った覚えはないぜ。だ、誰だ。あ、あそこです。お前は。おい、誰だあいつ。さあ、アンナ・ポリニーさん、いましたっけ。おい、お前たち、俺がわからないのか。この燃えたぎる瞳、この熱きハート、そしてこの誇り高き勇士。地球勇者カーチスを置いて他にあるまい。カーチス?カーチスって、まさかあのカーチスか。その通り、地球勇者カーチス参上。あなた天国の家族のもとへ行ったんじゃなかったの。そのつもりだったんだがな。生きてた頃に犯した罪が重すぎたのさ。だからこうして姿を変えて罪滅ぼしに来たってわけよ。天国の家族と再会するために、そしてかけがえのない友のために。コーチス。笑うな、俺だって好きでこんな格好してるんじゃ。えすまん。あまりにチャーミングだから。まったく、せっかく駆けつけたってのは来るんじゃなかったぜ。いや、カーチス、君が来てくれたおかげでくじけかけた心に再び火がついた。感謝するぞ、な、みんな。ま、そこまで体張られちゃ私たちもやらないわけにはいかないわね。うん、俺様も魔界の王の名に恥じぬ戦いぶりを見せなければな。みんなの友情パワーが上がってる。これなら勝てます。
前な、これはいくらなんでも都合が良すぎるのではないか。大丈夫、友情パワーは勝利の源です。やれやれ、よし行こう。大したことなかったな。何言ってやがる。俺が来るまでは逃げる算段してたくせによ。あれは戦術的な一時退却であって、決して逃げ出そうとしていたわけではない。まあまあ、友情パワーが勝利を呼んだということでいいじゃないですか。何が友情パワーだ、バカバカしい。くだらないこと言ってないで先を急ぐぞ。そうね、まだあの悪党を倒したわけじゃないものね。この奥はどうなってるの、フロンちゃん。ここから先は大天使様の神殿です。普段は護衛と身分の高い天使様しか入ることは許されていません。大天使の神殿か、なかなか楽しませてくれそうだな。くれぐれも油断しないでください。今のブルカノ様は何をするか分かりませんから。心配するな、俺様を誰だと思って。魔王ラハール様だぞ。はあ、ここが大天使の神殿か。金目のものはあんまりないみたいね。お前何しに来たんだ。静かに。ここは大天使様の神殿。許可なき者は立ち去る。なんだこいつら。彼らは大天使様を守る護衛、ガーディアン天使様です。特殊なバリアを張っているので、通常の攻撃は一切受け付けません。そんな、どこかに弱点があるはずよ。サズね、バリアを分析してちょうだい。ピロピロピロ、バリアを分析中、バリアを分析中、分析終了。弱点はありません。無敵無敵無敵。なんだって、そんなの卑怯だぞ。ふん、弱点など関係ない。バリアごと吹き飛ばしてやればよいのだ。エトラン、悪魔の前ではバリアなど意味がないことを思い知らせてやるのだ。はい、殿下。聞いてないだと？そんなバカな。ははははは、君たちには荷が重すぎるようだね。私たちに任せたまえ。行くぞ、ジェニファー、サーズデイ。オーケー、ゴードン。ピロピロピロ、了解、キャプテン。旧勇者、究極フォーメーション。
防がれるとは。やはり彼らのバリアを打ち破ることは不可能なの？諦めるのはまだ早い。俺がいることを忘れてもらっちゃ困るぜ。みんなの地球勇者魂を一つにするんだ。新地球勇者究極フォーメーション、プライズのカルテット。行くとも仕上がらねえ。ダメです。バラバラに攻撃してもあのバリアは破れません。みんなの心を一つにするんです。心を一つにだと？そうです。天使も悪魔も人間も関係ありません。私たちの思いは一つなはずです。その思いをぶつければ必ず突破口は開けます。お前、言ってて恥ずかしくないか？ラールさん！わかったわかった。とにかく一緒に攻撃すればよいのであろう。では、やるぞ。せーの！フロン、お前今ドサクサに紛れて愛と友情とか抜かしてなかったか？ええ、言いましたよ。何かではない。俺様には愛や友情などないし、一つにした覚えもないぞ。そう思ってるのはラハールさんだけですよ。なんだと？殿下、そんなことよりバリアが破れた今がチャンスなんですけど。仕方あるまい。この議論の続きはまた今度だ。忘れるなよ。はいはい。ラハールさんの意地っ張りだけは最後まで治らずじまいか。たかが天使見習いと侮っていたが、まさか魔人やガーディアン天使まで倒してしまうとは。もう認めなくてはなるまいが、お前たちの実力を。なんだ、急にまともなことを言い出したぞ。悪いものでも食ったのか？さあ、天使ってのはどいつもこいつも何考えてるのか分かりませんから。あの、それって私のことも含んでます？何言ってんの、当たり前じゃん。こら、人の話はちゃんと聞かんか。私の目的を知りたくないのか？目的だと？
どうせてめえの欲望を満たすためのくだらねえ目的だろうが。いや、地球人類を巻き込んでまで果たそうとする目的だ。さぞかし壮大に違いあるまい。その通りだ。私には崇高なる目的がある。唯一絶対の支配者による全世界統治という偉大なる目的がな。全世界統治だと？なんだ、やっぱ自分の欲望を満たすためのくだらない目的じゃん。違う。私は私利私欲のために全世界統治を目指しているわけではない。今の乱れた世界に平和をもたらすには絶対的な指導者による支配が必要なのだ。ウルカノ様、それがあなたの目的ですか？でも平和は一人の手によって得られるものではありません。一人一人が手を取り合ってこそ得られるものなのですよ。青い、青いぞフロン。狡猾な悪魔や愚かな人間どもにそんな軟弱なやり方は通用しないのだ。そんなことはありません。悪魔もそして人間も。黙れ。お前謎に何がわかるというのだ。私は知ってしまったのだ。奴らの残酷さを、奴らの心の醜さを。ブルカノ様、もう何言っても無駄みたいよフロンちゃん。うん、こういうやつには体に分からせてやるのが一番だ。殿下、そのセリフちょっとエロいです。しかももはや語るべき時は終わった。お前たちを始末し大天使を亡き者とする。そして私は神となるのだ。唯一神ブルカノによる絶対平和が訪れるのだ。そうとしました。もし成功していたとしても
それが本当の平和と呼べるのでしょうか。ウルカノ様、私たちを見てください。天使と悪魔と人間とが手を取り合って心を一つにしています。これこそが本当の平和をもたらす第一歩だとは思いませんか。取ってつけたようなきれい事を並べおって、そんなことまでこのブルカノ様が悔い改めんとでも思ったか。これしきり私の信念は揺るぎはせぬ。勝負はまだ終わってはいない。かくなるならお前たちと大天使を戦わせ友倒れにさせてやるわ。逃がしてしまったか。普通の悪党なら今のセリフで涙を流して改心するものだがな。奴には奴の信念があるのだ。そうやすやすと心変わりはするまい。あいつ俺たちと大天使を戦わせるとか言ってやがったな。多分私たちを悪党に仕立て上げて戦わせるつもりよ。よくまあ次から次へと悪知恵が浮かぶもんね。感心しちゃうわ。これでいよいよ大天使との戦いは避けられなくなったようだな。フロン、覚悟はいいな。はい、どうなるかは分かりませんが、私の気持ちを大天使様にぶつけてみようと思います。大天使様ならきっと分かってくださるはずです。そうか、なら思いっきりぶつけてやれ。はい。天使様のいらっしゃる部屋です。天界の住人は神の祭壇と呼んでいます。皆さん、心の準備はいいですか。うん、いつでもいいわよ。こちらも準備 OK だ。なんだかドキドキするわね。ピロピロピロ、コンディションオールグリーン、いつでもどうぞ。さあ早く行こうぜ。わかりました。
大天使様。フロン。大天使様、こやつは悪魔を引き連れて天界を乗っ取りに来た反逆者でございます。出任せを言うな。お前こそ天界どころか全世界の支配を企んでおるではないか。黙れ悪魔め。お、君は悪魔なのか。ただの悪魔ではないぞ。魔界の王ラハール様だ。君がクリチェフスコイの一人息子か。なるほど。フロンの。はい、大天使様。君は本当に彼らを率い天界を乗っ取りに来たのかい。いいえ、私はただ大天使様にお聞きしたいことがあるだけです。聞きたいこと。はい、先日地球防衛軍による魔界侵略という事件がありました。幸い未遂に終わりましたが、事件の背後には天使様が関わっていました。お答えください。これは大天使様のご意志なのですか。大天使様、騙されてはいけませんぞ。こやつの申すことは全て嘘でございます。天使が人間を利用して魔界を侵略するなどありえぬことでございます。いいえ、私はこの目で確かに見たのです。あれは間違いなく天使様でした。お前の目など当てになるものか。どうせ悪魔どもの仕業であろう。確かに彼らは好戦的かもしれません。ですが、意味もなく人を傷つけるようなことは決してしません。少なくともここにいる私の仲間たちはおかしなものだね、フロン。天界の住人であるお前が悪魔を仲間と呼び彼らの味方をするのかい。大天使様、私はあなたの命令で魔界へ行き、そしてラハールさんたちと出会いました。彼ら悪魔は善人ではないかもしれません。いえ、どちらかというと身勝手で口が悪くてひねくれ者です。おい。でも彼らの心にもちゃんと愛や優しさがありました。大天使様、いつか私に話してくださいましたよね。世の中に絶対的な悪はない、悪魔にも愛はあると。私は魔界で彼らと共に行動し、大天使様のお言葉が正しかったことを確信しました。そして同時に思いました。実際には偏見に目を曇らせた天界の住人こそが間違っているのではないかと。うん、特にそこのブルカノってやつ。黙らっしゃい。フロン、魔界で多くのことを学んできたようだね。大天使様、お前の考えは正しいよ。大天使様。確かに今の天界の住人たちは偏見に目を曇らせてしまっている。自分たちと異なった生き方をする悪魔を理解しようとせず、いつの頃からか悪と呼ぶようになった。そして自分たちが絶対的な善で、悪魔たちが絶対的な悪という考えに取りつかれてしまったんだ。ブルカノの行動もそういった偏見に取りつかれ、世界の未来を案じた結果のことなのだろう。これは私の責任でもある。大天使様。私が何も知らないと思ったのかい、ブルカノ。お前の行動は友人を通して全て聞いたよ。天使見習いフロン。はい。地球防衛軍の魔界侵略を阻止し、また天使長ブルカノの暴走を未然に防いだ功は大きい。しかし同じ天界の住人たる天使たちを傷つけた罪は重い。
その罪は償ってもらわなければならない。はい、覚悟はできています。おい、ちょっと待て。なぜフロンが罰を受けなければならないのだ。そうだ、彼女は正しいことをしただけではないか。あんた、フロンちゃんに変なことしたらただじゃおかないわよ。いいんです、皆さん、こうなることは分かっていましたから。フロン大天使様、天使見習いフロンの最後のお願いです。どうか彼らの罪は不問にしてください。彼らは私に巻き込まれただけなのです。何を言っているのだフロン、罰なんてクソくらいだ。お前は何も悪くないではないか。よかろう、彼らの罪は不問としよう。大天使様、感謝します。フロン、ラハールさん、ありがとうございました。あなたを信じたのは間違いではありませんでした。あなたは悪魔にも愛があることを私に教えてくれました。さっきから何をわけのわからぬことを言っている。もう用は済んだのであろう。一緒に魔界へ帰るぞ。ラハールさん、このペンダント受け取ってくれませんか。よせ、それは。ラハールさん、早く受け取れ。手が抜けるように熱いのだ。はい。こうして天罰が下ったということは、俺様の心は横島らしいな。安心したぞ。それはあの時のペンダントではないか。また俺様に火傷させるつもりか。おかしいぞ、何も起こらんが。やっぱり。どういうことだ。そのペンダントをしても何も起こらないのはラハールさんから横島な心が消えたからですよ。そんなバカな。俺様は悪魔だぞ、魔王だぞ。よかった、これで安心してお別れできます。お別れって、フロンちゃん。おい、どこへ行くつもりだ。さようなら、ラハールさん。立派な魔王様になってくださいね。さようなら、皆さん。今まで、本当にありがとう。待て、フロン。さようなら。これで天使見習いフロンの存在は罪と共に消えた。フロン。おいフロン、何をしているのだ。誰がこんなことをしろと言った。お前も母上と一緒なのか。俺様を置いていくのか。俺様は許可してないぞ。これがお前の言う愛なのか。愛など認めないぞ。殿下。魔王ラハールよ、私が憎いかね。憎いかだと。よくそんなことが聞けたものだな。殺してやる、殺してやる。これは私自身への罰、甘んじて受けよう。
散れ。待ちなさい。中ボス？ああ、間に合いませんでしたか。罰せられるべきはこの私だったのに。何を言っているの？大天使は死んで当然のやつではないか。心から信じていたフロンを殺したのだからな。大天使は彼女を殺すつもりなどなかったのですよ。彼は自らの罪を償うため、そしてあなたを試すために戦ったのです。俺様を試すだと？そう、あなたの心をね。あなたが大天使を殺さなければ彼女も生き返る予定でした。しかし、では俺様がフロンを殺してしまったというのか？俺様が。殿下。エトナ。後のことは頼んだぞ。殿下？今の俺様にできるのはこんなことぐらいだから。さらばだ。初めて頭を下げる。神でも仏でも誰でもいい。生き返らせてくれ。くれてやる。